体力が残ってやがるのか。畜生、どうしろってんだよ。けどきっと女型の巨人も疲弊してるはずだ。体勢を立て直して一斉に攻撃を仕掛けよう。今だ、今だ、一斉にさ。ここに一冊の日誌がある。ある兵士が残したというこの調査日誌は、その日人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。100年の平和は突如出現した超大型巨人によって壁とともに破壊された。巨人の侵入を許した人類はウォールマリアを放棄。おい貴様、はっ、貴様は何者だ。シガンシナク出身、アルミン・アルレルトです。そうか、バカみてえな名前だな。親がつけたのか。祖父がつけてくれました。アルレルト、貴様は何しにここに来た。人類の勝利の約束。とっとと片付けるか。
とっとと片付けるか、とっとと片付けるか。逃げたりしねえぞ。出番だな。行くとするかね。出撃だな。俺でいいのかい。はあ。ふん、味わいな。俺が倒す。やっ。はっ、なんてことだ。始末する。はっ。おっと、お前もバカみてえな名前だな。アホ面下げてここに何しに来た。それは素晴らしいな。貴様には最前線。第104期訓練兵団、よく来。今の貴様らは、そんな貴様、今日は立体機動装置。出来の悪い奴は、いまずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。難しそうだけど、みんな一緒に頑張ろうな。うん、開拓地域なんてごめんだからね。遅い。何をちんたらしている。トーマス・ワグナー、できないなら貴様だけ歩いて移動するか。やってみせます。ミーナ・カロライナ、何をしている。そんなざまでは家畜以下だぞ。いつまでちんたらやっている。とっとと移動せんか。移動は貴様が1位だ。これで立派なおとりになれるぞ。次は巨人を まずは小さい巨人からやってもらうぞ。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。貴様は次の訓練に進め、他の者はそのまま攻撃訓練を続けろ。先に行かれちまった。やっぱり僕には向いてないのか。何をしている。早く移動して次の訓練に取り掛かれ。次は大型の巨人だ。巨人によっては攻撃、今のはどうせまぐれだろう。もう一回攻撃してみろ。九大点だ。大型の巨人は攻撃部位の素早い選定が肝だと覚えておけ。面倒な訓練だな。サボっちまうか。おい、さっさと次の訓練地点へ向かえ。よし、やっと終わったか。クリスタ、少し休んでから行こうぜ。そんなこと言わないで頑張ろうよ。あなたを見習わないとね。これより本日最後の訓練を開始する。これから周囲に多数の目標が出現する。迅速に索敵し撃破せよ。
それでは始め。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね、ジャン。獲物を奪うのに作法が必要ですか。どうだ、取られるお前が悪い。手は抜けないね。私は憲兵団に入りたいから。体動かすのは得意な方だけど、みんなの勢いに飲まれそうだ。おいおい、なんだよその立体軌道は。少しは俺を見習ったらどうだ。中間成績を発表するぞ。まだ時間は残っている。総員引き続き励め。よし。技術を高めるため競争は必要だと思うけど、そんな訓練で実戦につながるのかな。たとえ訓練でもエレンを一人にはできない。巨人と戦えるってことを示してやる。お互い頑張ろうぜ。ついてくならミカサかライナーか。ん？なんだお前かよ。訓練ですらこんなにきついなんて。俺たち一人前になる前に死ぬんじゃ。苦手だけどしっかりやらないと。君も頑張ってね。訓練だからって手は抜くなよ。それが兵士としての責任ってやつだ。なんかこういうのって燃えますよね。まるで彼みたいです。今回の訓練の最優秀成績者を発表する。今回の訓練の最優秀成績者はお前だ。お前すごいんだな。この程度で浮かれるなよ。油断していると痛い目を見るぞ。これで本日の訓練は終了だ。希望する者は引き続き自主訓練を続けろ。大丈夫か。捕まれ、引っ張り上げる。今行く。無茶させやがって。焦って姿勢を崩したんだな。でも無事でよかったよ。戻ろうか。やってやる。
様ら、やる気がトーマス・ワグナー、貴様のようミーナ・カロライナ、貴様は豚小屋出身とはいえ、家畜以下の貴様を一生懸命やってるのに、しばらく立ち直れないよ。私本当に豚になろうかな。もう十分頑張っ、こんな状態で私たちだけど、今よりも訓練成績を上げるのは正直なところ難しい気もする。うん、全力で取り組んだ結果が今の成績なわけだし、あなたはどうすればいいと思う？いろんな人の知恵か。確かに同期には優秀、長所を学ぶ。よし、後でお互いの成果を報告し、しないか心配。俺は天才だから。こんにちは。食べられるのは嫌。お腹が減りました。やりますね。そこの、ほれ、落とし物だぞ。これお前の日誌じゃん。そうか、もう落とさねえように気をつけろよ。お前は104期の訓練兵だよ。いいってことや。お前も104期の訓練兵だ。そうか、お前もエレンや俺たちと志願しなくといえば、あいつらも肉親をなくしててな。お前も同郷なんだし、困ったことがあれば俺を頼ってくれよ。昔のあいつらか、今とそんなに、まあとにかくこれから、いや、いろんな、その日誌は、君か。もしかして仲間を助けるのはライナー、ベルトル。なんだお前らまで。二人とも立体機動装置の扱いが。すまん。あ、そうか。その僕は、二人はどこ。僕とライナーは、じゃあ、あの日
内地勤務の憲兵団狙いで自分の命を俺は帰れなくなった故郷に帰る。俺は殺さで、そうか。だから君は訓練兵を目指したんだね。ご両親、そうなんだ。故郷を取り戻したいってのは俺と同じだ。目標のためにもいつか叶う日は来るのかな。さあな。ああ、やってやるさ。やあ。すごいな。よう。やるわ。調子はどうだ？ではこれより夜間特殊訓練を開始する。この訓練は普段班分けは先。教官の言うことはよく分かんなかったけどよ。普段の訓練とはなんてこんな。教官はとにかくやって。よし、ここから巻き返すぞ。けどまずは補給が必要だ。拠点を設営するんですよね。私の勘ではあそこが良さそうな気がします。開けた場所のようだし可能性は高いかもな。行ってみよう。これが実戦だったら俺たちとっくに死んでるんじゃねえか。じゃあここで失敗しといてよかっただろ。急いで立ててくれ。確か刃やガスを補給できる場所を作るんだったよな。ああ、その通りだ。実戦でも補給できる場所は大事だからね。これで刃もガスも補給できましたね。集合地点に急ぎましょう。待ってくれ。不測の事態に備えてもう一箇所拠点を設営しておこう。拠点は まさかに突っ走られたら俺たちは教官に。俺は これで予備の拠点もできたな。今度こそ集合場所に急ぎましょう。遅いぞ貴様らが最後だ。何をちんたらやっておった。申し訳ありません。まあいい。では次は巨人に一斉に攻撃を行う訓練だ。よし。貴様らはすでに出遅れている。すぐに始めろ。お前が合図してくれ。マルド、分かった。合図をしたら一斉に目標を攻撃するんだ。みんなで V を狙って一気に倒しましょう。私たち息ぴったりですね。ま、天才の俺がいるからな。ある程度はできるようだな。これより最終訓練を開始。
訓練用模型が森の中に多数出現する。迅速に策敵し討伐せよ。破壊した部位の数が評価対象となる。ハンデ協力しより多くの部位を破壊しろ。それでは始め。頼む。出されました。はっはっ。おいエレン、同じ班なんだから足引っ張んじゃねえぞ。なんだと。じゃあてめえこそ足引っ張んなよ。ガスが切れる前に補給しろって。ガスと刃を切らしたと聞いていたが、ここまで盛り返すとは。うん、奴らをまとめているのはあいつか。はっ。おい、これ俺たち2戦いってるんじゃねえか。やれるぞ。マルコ頼む。きっとお前がうまくみんなに合わせてくれてるからだ。はっ。はっ。任せた。やります。すごいな、お前周りに合わせるのが相当うまいんだな。ええ、私たちのことをよく見てますよ。本当だな、いい感じだぜ。確かに、最初から任せときゃよかったな。エレン、何やってんだ。はあ、今のはお前がヘマしたんだろうが。ちょっと、ハンデの訓練なんだから仲良くしようよ。ねえ、ベルトルト。ああ、そうだね。中間成績を発表する。まだ時間は残っている。気合を入れ直せ。マルコ、任せた。分かった。おい、これは勝てるぞ。まだ勝負はついてません。油断しないでください。そうだよ、タチャの言う通りだ。ああ、最後まで油断せずに頑張ろう。マルコ頼む。おい、アルミン、ニーナ、それで全力なのかよ。トロい奴らだな。ごめん、私足手まといになってるかな。もうすぐ終了だ。最後まで力を尽くせ。役に立ちそうだ。そう思うでしょ。確かに。よし。兄、一人で突っ走らないで。突っ走ってるのはあんただよ。今回の訓練の最優秀班を発表する。今回の訓練の最優秀班は貴様らの班だ。やった、お前のおかげだ。よっしゃ、やっぱ俺天才かもな。私たちやりましたね。一時はどうなるかと。とりあえずよかった。訓練はこれで終了だ。各自戻って体を休めろ。解散。本機の訓練兵は粒が揃っていますね。これは期待できそうです。アッカーマンをはじめ成績上位陣はほぼ決まりでしょうか。確かに見どころの巨人との戦い、それを実現でき、お前のおかげでなんとか挽回できたよ。ありがとう。
こっちこそありがとうよ。実際今回はその稀有な素質を